ここからは番組のコーナーをお届けします。ホロライブなりきりプロジェクト、イエーイ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 。おかしいな、消えちゃった二人。いやなんかちょっと怪しいなと思ってるんですよね。いやいや、何をおっしゃってるんですか。今日も嫌な予感です。だってアイドルポイント貯めてもよたち、うちは関係ないかもね。しかもなんかちょっと残念なお知らせなんですけど、今回のなりきりプロジェクトはアイドルポイント貯まらない。経験値としてね、経験値としてあのお二人にアイドルポイントがね、あの溜まっていきますので、あのよろしくお願いしますということで、ちょっとご説明を。今回じゃ何のために何のためにアイドル力でしょ。アイドル力ですよ。アイドルといえばね、ほらドラマに出演したり、あのそれこそあやめさんがあの先週好きとおっしゃっていた声優さんをね担当したり、お芝居もできないといけないかもしれないので、このコーナーではホロライブアイドルプロジェクトのタレントに演じてほしいキャラクターとシチュエーションのアイデアをそれぞれ別々に募集して演じてもらいますというコーナーです。しかも一人です。一人で演じていただきます。あのちょっとそちらにねボックスがございますので、引くやつじゃん。はい、あやめさんお願いします。キャラクターは何でしょう。はい、ラジオネームイーランさん、エランさんかな、エランさんですかね、はいはい、小料理屋の若おかみ。おお、いいじゃないですか。合いそうじゃないですか。まだそんなにやけどしなさそうな、まあ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 まだ大丈夫ですね。シチュエーションが問題だよね。はいはいはい、いやね、さっきのみおちゃんみたいにね、キャラはいいけど、うん、シチュエーションが地獄みたいなのもありますからね。はいはい、まあ、さっきうちもキャラ地獄だったけどね。はい、ラジオネームグラタンさんからいただきました。はい、注文したのと違う料理が来た時のシチュエーション。あれ、これ出す側、出される側みたいになる。なるほど。出して、あ、なるほどなるほど。出して。これどうしたらいいのかな。出して自分で食べてる。若おかみが料理屋さんに自分の部屋じゃない。自分の料理屋さんじゃなくてもいいの。あ、そう。確かに確かに。若おかみであればね。そうですね、スパイかもしれないですね。もしかしたら偵察しに来て、もしかしたらね、近くでね、小料理屋の近くになんかこじゃれたイタリアンが出てきたらしい。半チャーハン出てきちゃうかもしれない。わかんない、なんでもなんでもいきますよね。そうそう、はいはいはい。じゃあまずその先ほど言ったようにね、若おかみが他のお店にこう偵察しに来た手で、ちゃんと説明を。はい、カラ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 、あ、こんにちは、いらっしゃいませ。結構、あ、なんか最近このなんか料理屋さんができたって聞いて、ちょっとあそこね、一名様ですか。あ、それ一名ね、ちゃんと一名様働いてる。はい、あ、じゃあこちらどうぞ。あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、一名様ご来店です。ちゃんとやってますね。じゃあちょっとラーメンと、はい、チャーハン一つ、半チャーハンお願いします。あ、うち味玉をおすすめしてるんですけど、はい、味玉つけどうですか。あ、じゃあ味玉つけてもらって、あ、いいですか。あと餃子も3個付きで、こっちの方がお安いんですけど、こっちのセット。あ、すごい、商売上手じゃないですか。餃子と半チャーハンとラーメン。あ、じゃあそれで、ありがとうございます。はい、オーダー入ります。ラーメン、半チャー、餃子セット一丁。ありがとうございます。いやー、なんかこのラーメンさん美味しいって聞いたからちょっと楽しみだなー。いや、お腹空いてきた。いや、結構お腹空いて、いや、もう3日前ぐらいがご飯食べてないから。今日はラーメンも食べてます。はい、お待たせしました。あ、ありがとうございます。はい、こちらがご注文いただいた、ミートソースパスタと、あとは、サラダとスープのセットですね。はい、ありがとうございます。失礼します。あ、餃子と半チャーハンとラーメン頼んだんだけどな。いや、でもな、こういう時よう言えないしな。だいたい多分言えないんだよ。なるほど。もう食べてみて美味しかったらそれでよしとしよう。リアル、リアル、リアルなあやめさんですね。美味しいな。美味しい、美味しいんだけどな。でもラーメン食べたかったんだよな。あ、でも文句言うのもあれだし、まあ、出るときにちょっと言ってみるだけ言ってみるか。よし、あ、じゃあごちそうさまです。お勘定でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、すごい美味しかったです、ご飯。 ありがとうございます。はい、でもラーメン頼ん
ったんですけどあれお客さん、はい、おかしいですね。あれうちのメニューにラーメンありませんよ。ほらチャララン、チャララン、チャララン、ホラー展開笑わせて右手を挙げてギブアップをギブアップ宣言しましたが、そう、はい、ホラーでしたね最後いや怖かった今ということで終了です、はい